ぜひご来場ください。伊勢崎もんじゃ祭りと新伊勢崎グルメ大集合2016は10月23日日曜日開催です。続きまして伊勢崎市からのお知らせです。伊勢崎市堺島村にある田島弥平旧宅は2014年6月25日富岡製糸場と絹産業遺産群の構成資産の一つとして世界遺産登録されました。竜宮橋及び西武うぬき橋の橋の上での花火の観覧はできません。また竜宮橋は午後6時15分から打ち上げ終了まで、西武うぬき橋は午後6時から打ち上げ終了まで、それぞれ歩行者も橋の通行ができなくなりますのでご注意ください。来てください。また西武公園仮称スポーツ広場正面の土手は立ち入り禁止区域となっております。万が一花火打ち上げ中に立ち入り禁止区域内に人影が見られた場合には打ち上げが中断することもありますので、絶対に立ち入り禁止区域には入らないでください。声でカウントダウンのご協力をお願いいたします。それでは2016年伊勢崎花火大会開幕点火カウントダウンの開始です。10 9 8 7